はいどうも、よしちんでーす。本日紹介するのはこちら、はい、プリングルス、ミステリーフレーバーということでね。いやー、これがね、まあ、新発売なのかどうかわかんないですよ。ただコンビニで見つけたんですけどね。これミステリーフレーバーって結構ね、いろんなお菓子合うじゃないですか。でもね、大体わかんないんですよ。大体。ミステリーフレーバーとか書いてあってさ、食べるでしょ？わからないんですよね、やっぱり。味がさ、大体味覚っていうのはね、見た目とか、匂いとか、そういったものでね、認識するっていうのがあって、例えばトマトとかでも、トマトを食べたら、トマトの味ってわかるでしょ？でも、目をつぶって、鼻を押さえて食べたら、トマトの味にならないんですよ。ね？もう、視覚嗅覚を失った状態で食べたらトマトの味しないんだよ。ということは、これミステリーフレーバー味っていうのは、まず視覚で見ても、ね、もうポテトチップスだから、元の食べ物がわからないわけでしょ。で、匂いもチップスだから、多分しないと思うんだよ、そんなに。ということは、食べた時点で、何の味なんてね、判別するのはもう無理なんだと思いますよ、俺は。ね。まあでも、そこを頑張って、何の味か、ね、見たいと思います。まず匂い。ほら。ポテトチップスの匂い。いやいやいや、もうダメですわ。もう、これわからんわ。だって見た目ポテトチップスで匂いがもう、さっぱりわからん。いや、食べまーす。もうダメダメで。ダメです。もう全然ダメ。全然ダメですよ。しょっぱいだけや。しょっぱいだけや。なんかどっかに書いてるんちゃうの？小麦粉、でんぷん、調味料、マルトデキストリン、食塩、醤油パウダー、オニオンパウダー、玉ねぎと醤油。いや、全然わからへん。こんなことある？こんなわからんことあるかな？調べるわ。もう気になってしゃあない。ちょっと待って。プリングルス。いや、全然わからん。いや、マジで。びっくりするぐらいわからんわ。評価で見てみようか。口コミで見てみよう。公式には載ってへんでしょ。口コミで見ます。美味しかったです。唐揚げ味、牛タン、唐揚げ、牛タン、スモーキーデンマイ。スモーキーデンマイって何？肉系です。胡椒と玉ねぎも効いている。なんや、誰も答えまでたどり着いてないっすわ。誰も答えまでたどり着いてない。もうそうそう、嫁さんも帰ってきたわ今。やっぱりわかん。だから俺の言うた通りですよ。人間のね、味覚なんてそういった適当なもんなんです。見た目と匂い、ね、あと食感。見た目、匂い、食感とかそういったものが全て合わさって、これはどういった食べ物だって判別できるんです、人間って。見た目も匂いも形も変わったものの味を当てるなんてことは不可能です。
ポテトチップスの何々味とかいうのも、あるいは何々味って書いてあって、パッケージにその絵とか連想させるものがあるから、あ、これは何々味だな、ね、オニオン、ね、オニオンの味だな、みたいな、そういうのがわかるものなんです。これね、それをすべて奪って、ハテナって書いた時点で当てることなんて無理なんです。これを何々味っていうね、判別するのは、ね、これは後からですよ。何々味なんですよ、実はって聞いて、それで食べて初めて、あ、そう言われたら何々味の、するな確かに。ってようやく答えにたどり着けるんですよ。これだけ食べて、何々の味って一発当てたっていう人いたとしたらですよ。もしですよ。これ食べて、私すぐ分かったでって、これ何々味だったでって言う人がいたらですよ、一人でも。もしその人は、ね、もしいたとしたらその人はね、嘘つきです。嘘つき。ね。ちょっとマウント取りたいだけのね、ホラフキですよ。絶対わからへん。もう絶対わからへん。もう確信できるよ。確信できるって何やねんって。ね、本当に。日本のために開発した謎フレーバー。日本のためって書いてあるから多分お味噌汁とかだと思うんだけどな。醤油とね、オニオン。わからん。ね。ただ気になるんで。こんだけ散々言うだけど、気になるんで、正解を DM もしくはコメントに書いておいてください。ね。ヨシキンさん、それ何々味ですよって、ね。一言添えてね。それを聞いてから食べるわ。それを聞いてから残りを食べることによって、ああ、確かにそんな味、みたいなね。で、次回からでね、人に聞かれた時に、え、何々味だったで、俺最初から分かってたで、とか俺が言い出したら、こいつ嘘ついてるなと。ヨシキン嘘ついてるなってね、思ってもらって結構なんでね。はい。絶対わからんわ、一発では。はい、ということで。本日は以上でーす。チャンネル登録&高評価、お願いします。以上、ヨシキンでした。バイバーイ。